ルキウス・フラウイオス・アリディアノス・クセノフォンは2世紀のローマのギリシア人の政治家、歴史家である。アリアノス、またはアリアヌスとも表記する。アレクサンドロス3世の統制研究の一級の資料、アレクサンドロス統制期の著者として有名である。アリディアノスはビチュニアのニコメディアでローマ市民権を持って生まれた。エピルスのニコポリスで哲学者エピクテトスに学び、 死の言葉を出録した五六歳の教えの要約である帝王を表した。アビディウス・ニグリヌスの地球を得てローマ帝国の官職、軍職に携わった。トライアヌスのパルティア遠征に従軍したのではないかという説がある。次にハドリアヌスが即位するとニグリヌスは行為を伺った角で処刑されたがアリアヌスは神帝に認められた。百二十五年頃に アリアノスがヒスパーニア・バイティカで属州総督を務めた可能性を示す祭壇秘文が見つかっている。129年、ないし130年に執政官となった。130年からおそらく137年まで属州カッパドキアに総督として派遣された。カッパドキアで長年総督を務めるうちにアラニ人の信仰の情報をつかみ、これに軍を向けて断念させた。 総督を辞した際あるいはそのしばらく後に、公職から引退した。失政官級の交換にして、哲学者との評判を保ちつつ、当てない市民権を取得指導士に居住した。没年は不明である。後に、歴史家のカッシウスディオが彼の伝記を書いたと伝えられているが、現存していない。哲学と歴史、知史に著作がある。現代最も有名なのは、 アレクサンドロス統制期で、これは現存する古代のアレクサンドロス三世のつての中で最も信頼できるものと評される。アディアノスは遠征から400年の間に記された記録を参照し、とりわけ、プトレマイオス一世とアリストブロスという二人の従軍者に信を置いた。統制期は客観的姿勢の高さをもって知られるが、その関心は軍事を、 主と七子を重とするもので、政治の記述は表面的なものにとどまる。大王個人の性格については、神話上の英雄との比較に大真面目に取り組むなど、現代人の姿勢とかけ離れたものが目立つが、アリアノスにとってはそれも理由がある。神話的英雄神へのライバル意識がアレクサンドロスを大事業に借り立てた動機だったと説明するのである。 アディアノスな他の著作には断片のみが伝わり本体が失われたものが多い。アレクサンドリアナボシス1575ありがとうございます。